大学全体に情熱を感じた。高校生の頃、合同説明会やオープンキャンパスの説明に心を揺さぶられた。訓練を外部委託することなく、大学所有の訓練機を持ち、阿蘇熊本空港で本格的な訓練を行えることなど、この大学は本気で育ててくれると実感したことが崇城大学を選んだ理由だ。今私は事業用操縦士の訓練を行っているんですが、この課程を修了すれば、いよいよプロのエアラインパイロットとして最初の段階へ踏み出すことになります。ナビゲーション訓練やエアワークという空中操作などの様々な訓練で苦労することも多いですが、毎日楽しみながら取り組んでいます。全国的に増えてきている女性エアラインパイロット。ふるさとの徳島県から熊本県へと学びのステージが移った彼女は、空港キャンパス内にある寮で毎日を過ごしている。訓練だけではなく、志を共にする仲間と切磋琢磨しながら、近い将来一緒に大空を駆け巡る夢を語り合っている。